旧石器時代の人類のま文化の発展段階とそういう人類の拡散との関係について申し上げますあのヨーロッパ・アジアに広まった人々は現人と呼ばれる段階の人々でありますその人々は石を打ち割って刃先をつけた道具こういう道具を使うことによって アフリカのふるさととは違う非常に違う環境に適応していったと考えられます。この方々が今から20万年ほど前に旧人という、それまでよりもこう現代人に近づいている人たちが生まれます。その人たちの道具は、その意思に歯をつけるだけじゃなくて、 大変目的に応じたいろんな道具ですね縫い針でありますとか霧でありますとかそういうような革を加工するものでありますとかそういういろいろなこう道具箱を持つような人たちでありますこういう求人が初めてあのシベリアをはじめとするアジアの最北の寒冷地にまで広がることができた人でありますその次に新人ホモサピエンスという人々が 旧石器時代の最後を飾る人々でありますこの人々は石の道具だけではなしに木の道具とかそれから鹿の角でありますとか、えー、骨を使った様々な道具を使いこなした人々でありますこの人々がベーリング海峡を渡って南北アメリカに渡った人々であります